今日のお題はノニだよ。初めて聞いたものだけどどういうものなの？ノニは植物だよ。それじゃあ説明していくね。ノニはアカネカモリンダ族の常緑小公木だよ。原産はインドネシアだね。ノニという名前が有名にはなっているんだけど、和名では八重山青木となっているよ。このノニは一体どういうものに利用されているの？ほとんどがジュースやサプリメントに加工されるね。サプリメントってことはかなり栄養価が高いんだね。ノニにはビタミン C やビタミン B 群などのビタミン類、カリウムやカルシウムなどのミネラル類、アミノ酸 β カロテンプロキセロニンスココレチンに加え、根に多く含まれているモリンジンや芳香成分であるテルペンオレイン酸ニノール酸など140種以上の栄養素が含まれているんだ。それはすごいね。味はどんな感じなの？口に含むと苦味とえぐみが広がるよ。健康のためとはいえよくそれを食べられると思うよ。